はい、ちょっとねこんな感じでレイアウトを配置してみました。結構中にね広々とした空間が生まれるんですよね。キャンプで使うテントやっていくとどんどん大きな星になっていく。はいどうも、春潮理蔵です。いやこれはねやっぱキャンプやっていくとギアとかがめっちゃ増えていって、もうどうしてもねソロ用の1人2人用のやと、もう収まりきらんくなってくるというか、まあ、もうちょっとね大きい 2,3 人用とか、まあ、それこそもうファミリー用のテントとかで結構もうゆとりを持ってねいろいろ配置とかもしたくなってくるんじゃないかなと個人的にすごい思っています。まあ、というわけでね、そんなテントなんですけれども、まあ、今回はあのやらららショップさんの提供でちょっとテントをいただきまして、あのそのねテントを実際使ってみてどんな感じかっていうね紹介をしていこうかなと思います。で、やららショップさんの情報については、まあ、概要欄の方載せてるんで、もしねテント商品、まあ、気になった方いたらそこから見ていただければなと思います。では早速なんですけど、今日ご紹介するのが僕ねずっと使ってみたかったワンポールテントっていうのをねちょっとご紹介したいなと思います。はい、というわけでね早速テント持ってきました。こんな感じです。これがアスターギアって読むんですかね。はい、まあね早速ちょっとどんな感じか設営の方ねやってみたいと思います。はい、で内容としてはこんな感じになってます。左から、まあ、テント本体の、まあ、フライ部分というかあの覆う側の部分が左側、これで、でこの2番目のやつ、これがグランドシートの部分ですね。で、ここに、ワンポールテントなんで今回真ん中に立てるポールが、こんな感じでね入っております。はい、で、最後こっちですね。これが一応インナーテントになるんですけど、まあ、これちょっと後でも言うんですけど、ちょっと付け方がまだわからないっていうね、っていう、まあ、インナーテントがあります。まあ、ちょっとそれぞれ中身を見ていくと、まずこのねフライシートのところ、ここに開けるとこれが、まあ、本体のフライシートの部分ですね。でそれと、これがなんか円状のポールなんですけど、ポールも一緒に入ってます。これは上につけるやつですね。で次このグランドシート、グランドシートが、まあ、こんな感じで入ってますと。一応これペグとガイロープの予備みたいなのがついてるんですけど、このペグ自体はまあ正直そんなにいいペグではないですね。まあ、結構軽くてアルミかなのペグが14本ぐらいですかね、ついてます。多分これ全部は使わないんですけど予備も含めてこれぐらい入ってますね。はい、では立て方としては、まあ、一般的なねワンポールテントともう一緒だと思います。最初ねこのシートのグランドシートの部分があるんですけど、まずこれからね、広げて、下をまずペグで留めていくっていう形ですね。ではこのグランドシートをもう決めてペグ打った時点で場所っていうのは固定されちゃうんで、どこにね設営するかもうこの時点でしっかり決めてからペグ打っていきましょう。はい、でペグなんですけど、このねグランドシートの端っこのところにこんな感じでね輪っかがあるので、そこにこのペグを通してあげます。そしたらこのペグ自体にもなんか引っかかりみたいな部分があるので、ここに綺麗に引っかかるので、まあ、その状態であとは打ち付けていくという感じですね。まあ、ただこのペグもそんな強いペグじゃないんで、岩とか当たるともういかないですし、ちょっと短いっていうのもあるんで、まあ、そこはペグ変えてもいいかもしれないですね。はい、というわけでねこんな感じで貼れました。まあまあ綺麗に貼れたのかなと思います。まあ、最初のうちはねなかなか綺麗に貼れんくて、まあ、僕もこれ結構何回もちょっと差し直して微調整はしてるんですけど、まあ、大体こんな感じで綺麗に貼れたらいいのかなと思います。で、まあ、一応ワンポイントとしては、まあ、こういう、ま
まあ何でもテントそうですけど、張るとき結構ここも岩がポツポツちっちゃい石ころがあるんで、まあ、グランドシート引くところの石っていうのはちょっとこうどけてあげるといいのかなと思います。そしたらね、次上の、まあ、フライシートの被せる部分をやっていくんですけど、まずですね、このポールを組み立てていきます、まあ、こういう円状のポールがあるのはもしかしたら普通のワンポールとはちょっと違うところかもしれないですね、まあ、これがあることで、まあ後で作ったら分かるんですけど、こう上の部分にこれが輪っかが来るんですけど、まあ、それによってちょっと空間がね、できるっていう、そういうメリットがあるのかなと思います。まあ、普通のワンポールやとそのままこう山の形で降りていくんで、こう いるねリビングスペースがちょっとこう周りのところは窮屈になるっていうのがあるんですけど、まあ、こいつがあるおかげで、結構中もね広々とした感じになります。はい、このポールをね、全部組み立てるとこんな感じで輪っかのができました。でこれ1個この時注意しないといけないのが、この最後のねここだけ外れてるんで、紐をつながってなくて外れてるんですけど、ここつなげた時にこれ最後片付ける時なんですけど、どこがつなぎ目やったかいつもわからんくなるっていうね、他のところはロープつながってるんですけど、まあ、最後片付ける時もここから外して片付けるんですけど、なんかこう印というかシール貼るとかなんかしといた方がいいかなとは思いました。はい、じゃあね、この円状のポールができたら、この上のフライシートにまずつけていきます。この上のシートを逆さにして、裏からつけていく感じですね。はい、ここの中のその内側のフライシートのところにこんな感じでね、止めるところが何箇所かあるので、そこにこのね円状のポールをカチッと止めていくっていう感じでやっていきます。こんな感じですね。でここでポールを止めていきながら、このねオレンジのところをこうグッとグッと外から巻いていく感じで、こう中側に入れてあげます。そしたらね最後に、こいつを反対側向けて、周りのところを最初に刺したグランドシートで刺したところのペグに止めていく。で最後に、真ん中の中央のポールをぶさすと、そういう形で設営していきます。で一応この時注意するのが、入り口のね、部分をどっち側に向けるかっていうね、そこだけしっかり見て、立てていった方がいいかなと思います。このテントは一応入り口が前後ろで2つあります。でこの上のシートの付け方は、このシートのね端っこから紐が出てるんですけど、先っぽが輪っかになってますので、まあ、さっき刺したペグのところにの引っかかりの部分にこうキュッと入れてあげるような感じでつけていきます。はい、今ねこんな感じでつけれました。最後に、ポールの方ですね立てていきます。ポールは一応この4本あって、これをまあ普通につなげて真ん中に刺すって感じですね。本来ねこれゴムでつながってるんですけど、ちょっとね方向しちゃいまして、まあ、今ちぎれてるような状態になってますけど、まあほんまはちゃんとついてます。そしたらお邪魔します。いやこのワンポールを刺す瞬間が一番楽しい。こんな感じで立ちました。まあまあね綺麗な感じで晴れたんじゃないかなと思います。はい、テントねこんな感じになってます。上のところにねベンチレーションがある形ですね。で、まあ、一周、まあ、外見をこうぐるっと回っていくと、まあ、こんな感じですね。まあ綺麗なワンポールテントになってるかと思います。でこっちにもベンチレーションと入り口があるそういうような形ですね。でちょっと中の方を見てみたいと思います。中がこんな感じになってます。まあ、入ると、まあ、広さはね結構あります。3メートル ×3 メートルぐらいの
広さになってて、で、一番ねど真ん中にポールが刺さってるような状態です。ポールは一応高さの調整できるみたいなんですけど、これが今一番低くしてて、ただこれ以上高くしたらね多分もう張れなく、なると思うんで、その辺ちょっとどういう感じでやるのかなっていうのは僕もわからないです。で、一応これはね多分夏用なんですかね。下はね開いててスカートとかはついてない形です。なんで冬とか使うときはちょっとこれは寒いかもしれないですね。で、生地としてもそんなにこう強そうな生地ではないので、冬の寒さはちょっと厳しいかなと。でもって雨のね耐水圧というかっていうのも、ちょっと前雨の日も使ったんですけど、結構激しい雨降るとやっぱり中までね浸水してきたので、もし雨の日とかで使うんだったら、プラスこの上にタープとかをね立てといた方がいいかなとは思います。ただ見てほしいのがさっきのね、円状のポール、あれを貼ることによって結構中にね広々とした空間が生まれるんですよね。あれがないと結構サイドはもう狭くなっちゃうんですけど、そこはかなりありがたいかなと思います。まあせっかくなんでねちょっとレイアウトとかもねやってみようかなと思います。はい、そしたらねテントの中見ていきたいと思います。はい、ちょっとねこんな感じでレイアウトを配置してみました。まあ、寝袋がね、右側にあって左側にテーブルとか、まあ、ストーブとか荷物とか、ちょっとざっくりですけどこんな感じでやってます。なんで結構やっぱスペースはねゆとりがあるんですよね。この寝袋も、だいたい190センチぐらいのサイズなんですけど、まあ、大人一人が余裕で半分使って寝れるぐらいで、もう半分もこれがコールマン の, ナチュラルウッドローテーブルですけど、まあ、それがね余裕で入るぐらいで、まだね全然ゆとりもあるんで結構広いなって思いましたね。まあ、上から見るとこんな感じですね。はい、というわけでねいかがでしたでしょうか。まあ、今回のこのワンポールテントの、まあ、いい点と気になる点まとめますと、まずいい点としてはやっぱりシルエットがめちゃめちゃ可愛いんですよね。そのワンポールでまあ、プラスこう上がねリング状のポールもついてる分ちょっと膨らみがあるシルエットで、すごい夜とかね映えるな、キャンプ場で映えるシルエットやなと思いました。で、まあ、そのポールがあることでもちろんね室内の空間がだいぶね広々としてるのも結構いいのかなと思います。でもって設営もねすごい簡単ですね。僕も初めてワンポールやってみたんですけど全然、まあ、難しいなと思わんかったし、もう誰でも一人でできるぐらいの設営なんで、そこもすごいいい点かなと思いました。で、まあ、気になる点としてはやっぱり下がね空いてるんで冬とかには向かないかなと思います。で、結構風とか吹くとその土とかね葉っぱとかがね結構入ってくるんで、それはねスカートとかもあったら僕的にはいいなと思いました。で、今回ね雨が降るってことだったんでタープ張ってるんですけど、前雨の時使ったらもう結構ねやられましたね。上からもですけど下からもグランドシートもそんなに強くないやつみたいでもう全然ね水たまりとかできちゃってたんで、そこら辺のね雨にはちょっと弱いのかなと思います。なんでもし使うんであればもうしっかりタープを張るとか別でねもう一枚グランドシート強いのをね、下に引いておくとかっていう工夫は必要かなと思いました。で、あとこれ実はねインナーテントがね一緒に付属であるんですけど、ちょっとねいろいろ試してみたんですけど付け方がわからないっていうねあるんで、そこはねなんかこうもうちょっと分かりやすいかったらいいんですけどね、ちょっと未だね付け方が分かってないというような状態です。一応インナーテントは付属しています。で、まあ、最後にペグですね。ペグが、まあ、短くて、まあ、アルミのやつなんで、そんなにいいものじゃないです。結構ね抜けますね風とか吹いたりすると。まあ、なんでそこは自分のね持ってるペグに差し替えてもいいのかなと思いました。はい、まあ、というわけでね、このワンポールテント使ってみましたけど、僕個人的にはねすごい気に入ってて、やっぱ結構ね広さがあるっていうね
あのこれが 2,3 人用とか 3,4 人用の広さなんで、まあ1人用の僕からすると結構ねゆとりがあっていろいろ物とかも置けたりするんで、かなりね重宝させてもらっています。まあぜひね今回こちらの商品気になったって方は、まあ概要欄の方にね、ショップのリンクも貼ってるので、そちらからやららショップさんのショップも覗いていただければなと思います。それではまた次のキャンプ場で会いましょう。じゃあまた。